はい、どうもサンフランシスコ太郎です。よろしくお願いします。早速ですけれども、本日は、2022年11月の6日ということで、マクドナルドさんで青いマックの日というチャリティーが1年で一番盛り上がる日ということで、青いマックの日というのが行われておりまして、せっかくそういうチャリティーが盛り上がってる日ということだったので、マクドナルドさんでこちらのねハッピーセットを購入してきました。こんな感じでマックハッピーデーということで、1年でマックのチャリティーが一番盛り上がる日ということですね。こんな感じでステッカーももらえたりして、ハッピーセットなのでおまけの絵本もついてきましたということでですね、まあ、もちろん大人なんで普段ハッピーセットとか買わないんですけど、まあ、大人でも買えるんだなっていうことにね、まあ、まずびっくりしたっていうのも一つありまして、さらにこのチャリティーが盛り上がる青いマックの日ということで、このハッピーセットを買うと、ハッピーセット1個購入したごとに50円がマクドナルドハウスさんに寄付されるということで、まあ、そういうのもあってハッピーセット買ったっていうのもあるんですけど、まあ素敵な絵本ゲットしたので、その絵本についてはまたレビューをね、別の動画とかで撮れればなというふうに思うんですけれども、チャリティーということでね、まあ、チャリティーって言ったらなんかやっぱりそのすごい富裕層の方とか、まあ、人生成功した人がやるものなのかなって思いがちなんですよね。まあ、ちなみに俺はこの日本の価値観で言って、日本国民で言ったら ものすごいびっくりするぐらいの低所得者で、まあ、大貧民と言っても過言ではないんですけど、まあ、ただやっぱり日本に生まれて、この日本の人たちと周りの人たちと、まあ、比べてしまうからこそ大貧民だっていう風に感じてしまいますけど、まあでも普通に冷静に考えれば、この日本という国、経済大国第3位ですけど、この日本という国に生まれた時点でものすごく高い下駄を履かせていただいてると思うんですよね。そんな中で確かにその周りが日本人に囲まれていれば大貧民とか感じてしまうかもしれないですけど、でもそうやって高い下駄を履かせていただいたこの日本という国に生まれた時点で、ワンピースでいうところの天竜人じゃないですけど、そういった存在で、本当に地獄の中で絶望を食らいながら、全速力で突っ走りながら、地平吐くような努力を一生続けるだけで、誰でもね成功をつかみ取ることができる、そんだけのことで、たったそれだけのことでですよ、誰でも成功をつかみ取れることができる、そんな国に生まれた中で、まあでもやっぱチャリティーってなかなか、まあ、恥ずかしかったりとか、まあ、どうやったらいいかなってなかなか一歩踏み出せない、そんな中でこの青いマックの日、まあ、こういう感じですね。青いマックの日、1年で一番、マクドナルドでチャリティーが盛り上がる日ということで、まあ、こういう機会があったので、ぜひとも、まあ、チャリティーじゃないですけどハッピーセット、まあ、たった50円かもしれないですけど、チャリティーの一歩踏み出そうということでやらせていただきました。やっぱりこの資本主義社会、競争社会、大量消費、大量生産社会、まあ、マクドナルドさんもね、どっちかって言ったらその大量消費、大量生産社会の象徴ではないですけど、まあ、そんな中でこうやってチャリティーの活動をちゃんとやっていて、まあやっぱり不平等とか格差とか、もうよくわけのわかんない岩盤とかっていうのはなかなかなくならないですけど、でもやっぱそういうものをね、この残りの人生、まあ、人生なんてね100年なんで、あっという間に終わってしまうんですけど、その中で一つでもなくしていこう、ぶっ壊していこうっていう、そういうモチベーションをもらえますし、本当にこういうチャリティーの機会あって、青いマックの日、今日本当に小さなことかもしれないですけど、まあそういうチャリティーの一端というか、もう本当末端かもしれないですけど、そういうのに活動に参加したいなというふうに思ってハッピーセット購入させていただきました。まあ、さらにね、こういうふうにしたことによって、やっぱりそういう不平等とか既得権益とかね、そういう人たちとかおかしいなっていうふうに思ったりするんで、そこもなんとかしたいなっていうモチベーションにもなりましたんで、まあ、これをね、自分の明日からの頑張る原動力に変えて、またね、この資本主義社会、競争社会、このバチバチの、もう令和4年のとんでもないえげつない競争に、また明日から頑張っていかなくちゃいけないんですけど、まあでもその先で得られるものっていうのはすごく素敵な世界だと思うので、頑張っていきたいと思います。ということで、今日はね、マックハッピーデー、青いマックの日、1年で一番マックのチャリティーが盛り上がる日ということで、マクドナルドさんでハッピーセットを購入させていただきまして、動画を撮らせていただきました。最後まで動画を見てくださった方、ありがとうございました。興味を持っていただいた方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆様、またお会いいたしましょう。